はい、というわけで家族が近くにいたんで無言でやってるんですけど、今回もですね、あの自分が何を作ってるのかっていうのを分からない状態でこう食べたんですよね。なんか、まあ、白いソースだなっていう感じで一口目食べたんですよね。そしたらあれって思って、なんかツナの味がすると思って、なんだなんだと思って、であのパッケージ見たらツナマヨって書いてあって、あ、なるほどツナマヨかと。非常に美味しいです。 125g でスパゲッティ使ってるんですけど、ソースは十分足ります。薄さを感じませんし、でこれ海苔があるのがいいですね。やっぱね、ツナマヨ単体だとちょっと飽きちゃうところなんですけど、この海苔があることによってね、このツナマヨのフレッシュさをキープできる、飽きさせない。ツナマヨ、あ、海苔の香り、ツナマヨ、海苔の香りっていう感じで最後まで美味しくいただけました。麺との絡みもいいですし、映像上はソースが足りなく見えますけど全然足ります。味的にも量的にも足ります。値段は安いですけど、うまいしコスパも高いパスタソースです。